龍昌殿鉱山は北海道紋別市にあった水銀鉱山である北鎮鉱山とも呼ばれた紋別市上諸骨町中諸骨豊か製地区の丘陵地帯に所在従業員はバスで紋別市内から通っており同じ紋別市内の河野舞鉱山のように鉱山町は発達しなかった相乗高染型鉱床で主要鉱床は4箇所存在した 主要な鉱石は新車であり、少量の自然水銀が付随していた。校内の採掘後に、ズリや鉱債で採掘跡を埋める重点採掘法を採用していた。砂岩であるため地盤が脆く、鉱木による死保が必要であった。精錬の全処理として、人力及びクラッシャーによる鉱石の破砕、グリスリによる古い分けが行われたが、本格的な選行は行われなかった。 1943年の開発時には精錬は行われず、個人経営時代の1951年になって、レトルトロを用いた精錬が開始された。しかし、ほどなくして、創業休止となっている。1954年の大無田工業取得後は、ロータリーキルンを用いた精錬が開始された。しかし、設備不備などを理由として、数年で休止。採掘された鉱石は、 糸向か鉱山に売却された。北新工業が買収後、大牟田工業時代同様に重油を燃料としたロータリーキルンによる上流精錬が行われた。最高温度摂氏700度で加熱された水銀鉱石から蒸発した水銀ガスを脱げ込みした後にコンデンサに送り込み、冷却して蘇生水銀を採取した。 蘇生水銀は生成工程を経て生成水銀となり3 4 5キログラムのボンベに充填して市場に出荷した。水銀収集後の排ガスは石灰による脱流を経て煙突から大気に放出された。また、精涼の際に出る焼きカスはロータリークーラで給冷され、前日のように校内の充填材に用いられた。閉山後、鉱山施設はべて撤去され、 高校は封鎖された。北進工業によって排水処理と跡地の管理が行われている。ありがとうございます。